車はスズキジムニーシエラですね。ジムニーっていうと軽自動車のイメージが強いんですけど、シエラは 1.5 リッターの4気筒エンジンを積む、まあ、ボディ自体はジムニーと一緒なんです、軽自動車のジムニーと一緒なんですけど、一回り大きな、車になります。オーバーフェンダーの部分で、スペック上17センチ幅が広くなってるんですけど、タイヤで克服してる感じですね。この車もやっぱり、ラダーフレームを伝統的に採用している車で、まあ、以前は他のメーカーがジムニーのライバルを作ったりもしたんですけど、それはモノコックで、フレームがなかったんですね。でやっぱり、まあ、生き残ったのはフレームが、ラダーフレームを持っているジムニーでしたね。実際今日僕は初めて、ジムニー乗せていただいたんですけど、まあ本当感動しましたね。おもちゃみたいなサイズですし、造形もまあインテリアなんかも、まあ、丸みを帯びてて遊び心があって、まあ、すごくおもちゃ的なんですけど、ただやっぱり本格オフロードに入ったらこの車はものすごくロードホールディングもいいですし、まあ、全部本格派ですね。ミッションは5速マニュアルではなく、これは、今回の車4速オートマだったんですけど、まあ、全然あの不満もなく、オフロードだけじゃなくオンロード一般公道を走らせてみたんですけど、ものすごくオートマのマナーも良くて、まあ、スムーズに走る素直な車という印象でしたね。まあ、メルセデス G クラスみたいにフロントまで独立喧嘩とかそういうことはしてないんですけど、でもものすごく素直にハンドリングできる、まあ、スポーツカーとは言わないですけど、まあ、山を軽快に走ることができる車でしたね。当然この車はまあ4駆パートタイムで切り替えで二輪駆動だけでも走ることができるんですけど、まあ、4駆にも4駆になって、あと4駆のローって、ギア比が低くなるんですね。副変速機がついていて、オフロード走行するときは4駆のローのギアを使って、走るんですけど、まあ、今時のヒルディセントコントロールとかブレーキ LSD とか、まあ、いろんな機能ついていて、まあ、上り坂でも下り坂でもかなりの急斜面でもぐいぐい登っていく感じでしたね。この車はあのタイヤがマッドテレインじゃないんで、まあ、タイヤの部分でちょこっと最後岩山を登るような時だけはあのずるっと滑っちゃうような時あったんですけど、まあ、これでマッドテレイン履いたらもうオフロードの王者そのものという感じですね。まあ、この車も、まあ、ファン待望の新型という感じですね。よくぞモデルチェンジしてくれたという一台だと思います。ジムニーという車はあのスタイリングとか、まあ、走りももちろんなんですけど、いろいろいいところを挙げたらキリがないぐらいなんですけど、あともう一つ価格的にもすごくリーズナブルで201万っていう、この車ジムニーシエラは201万なんですね。あの勢いで買っちゃおうかなって思えるぐらいな価格なんで、まあ、そういう部分でも、まあ、実際試乗してみたら本当の意味でワクワクできるんじゃないかなと思います。